ダルマ通過天礼用がヒンサーなどの特報と、正義、三二アーサト四十気教師から学ぶなどの義務ダルマは、ヒンドゥー教や仏教、ジャイナ教、宿教といったインド発祥の宗教において、多種多様な意味を持つ主要な概念である。西洋の言語ではダルマを一語で訳することはできない。ヒンドゥー教では、ダルマは、生命と宇宙を可能にする秩序である理科に従う、行為を表すとされ、 義務や権利、法、行為、徳、生命の正しき道を含んでいる。仏教では、ダルマは、宇宙の法と秩序を表していて、仏陀の教えにも適用されている。仏教哲学では、ダルマは、現象のための用語でもあるジャイナ教のダルマは、ティールタンからの教えと人類の浄化と、道徳的変容に関する教義を指している。祝教徒にとっては、 ダルムという言葉は正しい道と適切な宗教的実践を意味している。ダルマという言葉は古くはベーダの宗教にも見られ、その意味と概念の広がりは数千年にわたって展開していったものである。ダルマの大義語はアダルマである。アショウカ王碑文にアショウカ王により刻まれたブラーフミー文字のダンマ古典サンスクリットの名詞ダルマやプラークリットのダンマは保有する。 維持する、保つを表す語根、DH からの派生していて、創設したり安定するもの従って、法の意味がある。理他の面として思い描く、宗教上の感覚において、運搬人、支持者の文字通りの意味を持つ古いベーダ語の N 語間の、ダーマンマイナスから派生している。リグベーダでは、言葉は、創設したり安定するものを理解する意味の範囲を持つ、 n 語巻のダーマンマイナスとして現れる。比喩として支持者と支援者を表している。意味の上ではギリシャのテミスに似ている。古典サンスクリットでは名詞は五巻ダーママイナスになる。ダーマという単語はインドヨーロッパ祖語から派生している。古典サンスクリットやアタルバベイダのベイダ語では五巻はダーママイナスである。プラクリットやパーリ語では ドミを表している。一部の現代のインドの言語と方言では代わりにドムとして現れている。マウリア朝、アショウカオが紀元前3世紀にダルマという単語をギリシャ語とアラム語に翻訳した際にカンダハールの二重言語の岩の碑文とカンダハールギリシャ語布告に経験をカンダハールの二重言語の岩の碑文にアラム語の旧嫉妬を用いた。 ダルマはインド哲学や宗教で中心となる重要な観念である。ヒンドゥー教や仏教、ジャイナ教における多種多様な意味がある。この言葉に長く多様な歴史があり複雑な一連の意味と解釈にまたがるために、ダルマに対して単一の簡潔な定義を示すのは困難である。西洋の言語にダルマに対する単一で示せる同義語はない。 ドイツ語や英語、フランス語へダルマという単語とともに古代、サンスクリット文学を翻訳しようというスーの相反する試みがあった。ポール・ホルシュが言う観念は、現代の評論家や翻訳家に、格別な困難をもたらしている。例えば、グラスマンのリグベーダの翻訳が、ダルマの七つの異なる意味を示す一方で、リグベーダの翻訳で、カール・フリードリ・ヒゲルトナーはダルマに、 その他の用語の中に、法や秩序、義務、習慣、品質、模範のような意味など二0の異なる翻訳を採用している。しかし、ダルマという単語は英語で広く受け入れられた尺用語になっていて、現代のすべての英英大辞典に含まれている。ダルマという単語の根源は、支援するや保有する、持ち運ぶを意味する、折りである。変化に加わらないことで、 変化の道筋を規定するものであるが、一定不変のままでいる主題である。サンスクリット語の定義と、説明やヒンドゥー教の観念に対する手段を広く、引用したモニアー・ウィリアムズは、カッとした天命や法令、法、実践、習慣、義務、権利、正義、徳、道徳律、倫理、宗教、宗教上の利益、良き行い、本質、人格、 品質、所有であるもののように、ダルマという単語の数多の定義を提唱している。依然として、この翻訳の結合がこの言葉の全体的な感覚を伝えていない一方で、各々の,のこの定義は不完全である。共通の用語としてダルマは、生命のまさしき道や、連直の道を意味している。ダルマという単語の意味は、状況により違い、その意味は、 ヒンドゥー教の思想が歴史を通じて発展したように進化した。最初期の文献やヒンドゥー教の古代の神話では、ダルマは天嶺同様に混沌から宇宙を創造した支配で、ある宇宙の方を意味し、後のベーダやウパニシャット、プラーナ文献、除ジ詩ジでは意味は洗練され豊かになり、複雑化し、この言葉は多様な文献に応用された。ある場面では、ダルマは、 個人の段階におけると同様に本質や社会、家族の全生活に必要な混沌や行為、活動を防ぐ主題である宇宙のものの秩序に必要と、みなされる人間の行為を意味している。ダルマは適切で正しく、倫理的に高決とみなされる義務や権利、人格、解放、宗教、習慣、あらゆる行為のような思想を網羅している。ダルマの対義語は、 ダルマではないことを意味する、アダルマである。ダルマと共にアダルマという単語は、多くの思想を含み暗示し、共通の用語として、アダルマは本質に反し不道徳で、反倫理的で悪く違法であることを意味している。仏教では、ダルマは、仏教の教祖、釈迦の教えと教義を含んでいる。権威ある本ダルマシャーストラの歴史によると、リグベーダの参加に、 ダルマという単語は、形容詞や名詞として少なくとも56回、現れている。ポール・ホルシュによると、ダルマという単語は、ベーダのヒンドゥー教の神話にその起源がある。ブラーフマンは混沌から宇宙を創造し、地球と太陽と星を分けて保持し、地球から分けて対照的に空を支援し、振動する山と平地を安定させていると、リグベーダの参加は言う。 神々、主にインドラは、その際無秩序から秩序を、混沌から調和を、不安定から安定をもたらし保持する。神話調の詩により構成される神話では、ダルマという単語は宇宙の主題として拡張された意味があり、神から独立した詩に現れる。例えば主題を通じて、原因と効果につながる宇宙の法となる、アタルバベイダに大規模な機能的感覚がある観念に、 進化するとポール・ホルシュは言う。この古代の文献で、ダルマは儀礼的な意味もある。儀式は宇宙に関係し、神が無秩序から秩序を混沌から世界を創造するのに用いた主題に、儀礼的信仰と同一視されている。現在の世界を神話的宇宙に関連づけるダルマの儀礼的感覚や宇宙的感覚を通じて、 観念は人類を、互いや他の生命形態に関連づける倫理、社会的感覚に拡大する。法の観念としてのダルマが、ヒンドゥー教に現れるのは、ここである。ダルマや還元する単語は、後のベーダやウパニシャット、プラナ、ジョジシというヒンドゥー教の最古のベーダ文学に見出され、ダルマという単語は、仏教やジャイナ教のように後に創設された、インドの他の宗教でも、 中心的な役割を演じている。ブレレトンによると、ダルマンは、リグベーダに63回現れ、加えて、例えば、ダーマクトとして1回、サトヤダーマンとして6回、ダーマベントとして1回、ダーマベントとして1回、ダーマンとして4回、ダリーマンとして2回というように、ダルマンに関連する単語もリグベーダに現れている。 ダルマにとっての陰謀語学的類似点が知られているが、唯一のイラン語の同義語は、ダルマという単語が、インドイラン時代に、主要な役割を果たさなかったことを示唆する、むしろ、インド語軍のダーマンから除かれることを意味する古代、ペルシャ語のダーマン、旧済であり、主にごく最近ベーダの伝統の下で発展した。しかし、普遍の法宗教をも意味するゾロアスター教のダイナが、サンスクリットの、 ダルマと関係していると考えられている。ダルマに重なる部分における思想は、中国語の道やエジプト語のマと、シュメール語の名のように他の古代文化に見出される。カンダハール20言語の岩の碑文は、紀元前258年のインドのアショーカ王からのもので、アフガニスタンで発見された。碑文は、人間社会にとっての精神的な成熟や信仰。 形神、義務、数形を意味する古代インドのダルマを示唆しながら、ギリシャ語の経験として、サンスクリットのダルマを表している。20世紀半ば、紀元前258年からのインドのアショーカ王の碑文がアフガニスタンで発見された。この岩の碑文は、ギリシア語の文献とアラム語の文献を含んでいる。パウルハッカーによると岩には、 経験という言葉であるサンスクリットのダルマという単語を表すギリシャ語が現れている。ヘルニズム時代のギリシャの学者は経験を複合的な観念と表現している。経験は神を敬うだけでなく、生命に対するうやうやしい態度である、精神的な成熟も敬うことを意味し、両親や兄弟姉妹、子供に対する正しい行為や夫と妻の間の正しい行為、 生命的に無関係の人々の間の正しい行為を含んでいる。この岩の碑文は約2300年前にインドでダルマを示唆し、中心的な観念であり、宗教上の思想ばかりでなく、人間社会に対する権利や福利、義務の思想を意味したとパウルハッカーは結論づけている。ヒンドゥー教の進化する文学は、ダルマを降りたと、マーヤーという他の二つの重要な観念に、 関連づけていた。ベーダのリタは、その中で、宇宙や全ての運用を規定しまとめる真理と宇宙の主題である。リグベーダや後の文学のマーヤーは、欺き、無秩序を創造する幻想や詐欺、嘘、魔法を意味していて、従って、秩序や予言、調和を生み出す現実や法、支配とは相入れない。ポール・ホルシュは、リタとダルマは、並行する観念であり、 前者は宇宙の主題であり、後者は道義的な社会の面であり、マーヤーとダルマが類似した観念である一方で、前者は法や道義的生活を堕落させるものであり、後者は法や道義的生活を強化するものであると示唆している。例はダルマがリタの権限であると提案しているが、非線形の風俗における時を超えて古代インドで発展した思想としてリタは、 ダルマのさらに複合的な観念に包含されているかもしれないと示唆している。リグベーダの次の鹿は、リタとダルマが関連している例である。オーインドラ、我らをリタの道に、あらゆる悪に対するまさしき道に導きたまえ。RV10.1336 ダルマは、宇宙のすべてやその一部に対して、無生物観同様に人類や自然との、 相互作用において単独で人類に適応するヒンドゥー教の系統だった主題である。生命や宇宙を可能にする秩序や習慣に向け、社会や倫理を支配する行為や儀式、支配を含んでいる。ヒンドゥーのダルマには、社会的秩序や正しい行為、高潔であるものを可能にする行為同様におののの宗教的な義務や道徳的権利と義務がある。ファンブイテネによると、 だるまは、あらゆる存在物が、世界の調和と秩序を維持するために需要試験威を払わなければならないものである。行動や結果ではないが、行動を導き世界の混沌を防止する結果を作り出す自然の方である。存在を作る、固有の特徴である。自然の追求と遂行と本当の強い欲求であり、宇宙の奏でる世界で自己の役割を演じるとファン、ブイテネンは主張する。 ヒンドゥー教では蜂蜜を作る蜂のダルマであり、牛乳を与える牛のダルマであり、日光を覆射する太陽のダルマであり流れる川のダルマである。人間性に関してダルマはあらゆる生命の供給と相互関連の影響であり、実在としての必要性である。ヒンドゥー教ではダルマにはダルマの全般的で普遍で永続的な主題であり、 変化を受けにくいサナータナダルマとヒンドゥーの伝統により、作られたような時代や年代であるユガに、効力のあるユガダルマの二面がある。この記事の歴史説は、ベーダにおける、ダルマの観念の発展を論じている。この発展は、ウパニシャットや後のヒンドゥー教の古代文献で続いた。ウパニシャットでは、ダルマの観念は法や秩序、調和、真理の普遍的な主題として続いている。 宇宙の規定される道徳的主題として行動する。高潔の方として説明され、ブリハット・アーラニアカ・ウパニシャットの参一1.4、14、では次のように、タイと等しくしている。無はダルマより高い。弱さは王を超えるものとして、ダルマにより強きものに打ち勝つ。まさしくそのダルマは真理であり、従って人が真理を話すとき、 ダルマを語っているといい、ダルマを語るなら、真理を語っている。という。だから二つは一つである。ブリハッドアーラニアカウパニシャット1.4、ホーティンヒンドゥーの宗教と哲学は、個人の実践的な道徳を主に重視しているとダニエル・インガルスは主張する。サンスクリットの女詞詩では、この心配は、どこにでもあるものである。例えばナーマーヤナ第二巻では、 農民は王に、ダルマが道徳的に要求することを行うよう求め、王は同意し、たとえダルマの方に従うことが非常に高いものについても言っている。同様にダルマは、ラーマーヤナのラーマやシーター、ラクシュマンの生活における主要な事件全ての中心に、あるとダニエル・インガルスは主張する。ラーマーヤナのそれぞれの話は、象徴的な関係における生活条件や、 倫理的な問題をもたらしている。問題は、登場人物により議論され、最終的に正義は悪に価値善は悪魔に勝っている。そのためヒンドゥーのジョジ詩では、善で、道徳的に高潔で、順法的な王は、ダルマラジャとみなされている。別の主要なインドジ,ョジシマハーバーラタでは、同様にダルマ中心であり、象徴と陰誘と共に現れている。女児詩の終わり頃に、 文献で、ダルマとして引用されている。山の神は、動物のように天国に入るのが難しいと言われる、ユディシティラの深い同情を試す、犬の姿をして描かれているが、そこで、ダルマにより称賛される、決定のために仲間を見捨てることを拒否している。マハーバーラとの価値と、呼びかけは、インドの刑事条学が雄弁に、サンスクリットの経典に現れているために、さほど複雑ではなく、 第12巻で、刑事上学の表出をせかされてはいないとインガルスは、主張し、ラーマーヤナのように、マハーバーラタの主張は、インガルスによると通常与えられた3つの答えがある一連の、道徳上の問題や、生活状態の表出にある。答えの1つは、唯物論や立己主義、自己を表出する独自の角度である暴力の答えである、B まであり、2番目の答えは、常に、 社会的な徳や伝統の形神や神への訴えであるユリシキラであり、3番目の答えは2つの両極端に陥り象徴的に人の最も美しい道徳的質を表すとインガルスが主張する内政的なアルジュナである。ヒンドゥー教の女児詩は、ダルマの生命や徳、習慣、道徳、倫理、法などの面についての象徴的な専門書である。ヒンドゥー教の女児詩には、 個人の段階における広大なだるまに関する討論があるとダニエル・インガルスは述べていて、例えば悲嘆や挫折感が自然と運命に傾く一方で、強さや繁栄が自然と自由意志を支持することを最終的に断定しながら、いつ、なぜ人類がいずれか一方を信じるかという自由意志と運命に基づくものである。クラウス・クロスターマヤーによると、4世紀のヒンドゥー学者、 バーツヤーヤナは、アダルマと対比することでダルマを説明した。バーツヤーヤナは、ダルマは、その行動のみならず、言ったり書いたりする言葉や思想に存在することを示唆した。バーツヤーヤナによればこうなる。体のアダルマ、貧さ、捨てや、プラティシッタマイトナ身体のダルマ、ダナ、パルトラナ、パリカラナ言ったり書いたりする言葉からのアダルマ、ミテヤ、パルサ、ツカナ、 アサンバって言ったり書いたりする言葉からのダルマ、サテヤ、ヒタバカナ、プリヤバカナ、スバデヤやシンのアダルマ、パラドロハ、パラソラブヤビプサ、ナステヤキャシンのダルマ、ダヤ、アスプラ、スラッタヨーガの体系では、ダルマは実在し、ベーダーンタでは存在しない。ダルマはヨーガの一部であることを、パタンジャリは示唆し、ヒンドゥーダルマの基本要素は、ヨガの特質や資質、外見である。 パタンジャリは、大和山とにマという二種のダルマを説明した。パタンジャリによると、五つの山は、生きとし生けるものすべてに対する障害からの自制や、欺瞞からの自制、他人の価値あるものの認められない容量からの自制、パートナーに対する不当な望みや浮気からの自制、他人からの贈り物を求めたり受け取ることからの自制である。五つの山は、行動や演説、 心に当てはまる。山を説明するにあたり、パタンジャリはある仕事や状況が、行為における適性を要する、可能性があることを明確にしている。例えば漁師は魚を傷つけなければならないが魚に、対する、少なくとも、トラウマを持って、これに当たる意図を持たねばならず、漁をするように他の生き物を傷つけようとしてはならない。五つのニヤマは、 綺麗な食べ物を食べ不順な考えや直面する、環境や研究、歴史的知識の追求に関わらず、事故の手法や、仲裁、静かな自制における、安堵、精神集中の完成を成し遂げる、最高の教師に対する、あらゆる行動の中性を除くことによる清潔である。ヒンドゥー教の一部の文献によるとダルマは、あらゆる男女にとって経験上の疑問である。 例えばアパスタンバ・ダルマ・スートラは言う。ダルマとアダルマは、それは我々である。神々やガンドハーバスや先祖がダルマとは何か、アダルマとは何かを宣言しないということはない。アパスタンバ・ダルマ・スートラ他の文献では、ヒンドゥー教のダルマを発見する3つの出典と手法が述べられている。パウル・ハッカーによると、次の通りである。第一に、教師の助けを得て、 ベーダやウパニシャット、ジョジシなどのサンスクリット文学のような歴史的知識を学ぶこと。第二に良き人々の行為や例えを観察すること。第三の出典は模範とならない行為である。誰かの教育や例えが知られるときに当てはまる。この場合、内面の感覚である心を満足させるものや意欲があると感じるものを投影し、従う良き人である。 アトマトスティは、ヒンドゥー教のダルマの出典である。ヒンドゥー教の一部の文献は、社会としての、また個人としてのダルマを略述している。このうちで、最も引用しているのは、権利と義務である四つのバルナに触れている、マヌ法典である。しかしヒンドゥー教のほとんどの文献は、バルナに言及することなくダルマを論じている。他のダルマの文献やスムリティスは、 バルナの本質や構造に関して、マヌ法典とは違っている。依然として、他の文献は、まさしくバルナの存在を疑問視している。例えば、ジョジシでは、ブリグ族は、ダルマは、いかなるバルナも容しないという理論を示している。実際、中世インドは職業を受け継ぎ族内婚をする、それぞれの社会階層とともに、 社会的に階層の分かれた社会であると広く信じられている。バルナはヒンドゥダルマでは絶対ではなく、下脱の探索にあたっては、生命のアーシュラーマ同様に個人にはバルナを放棄し去る権利があった。ヒンドゥ教のマヌ法典や、後継のシムリティスが未だにバルナダルマや、バルナスラマダルマという単語を用いない一方で、マヌ法典に関する学術的論評はこの言葉を用い、 したがって、ダルマをインドのバルナ制度と関連づけている。6世紀のインドでは、仏教徒の王さえ自らをバルナのダルマであり、生命のアーシュラマである、バルナスラマダルマの擁護者と呼んだ。個人の段階では、ヒンドゥー教の一部の文献は、四つのアーシュラマを略述している。以下の通りである、ブラフマチャーリアグリハスタバーナプラスタ。 またはアラニャカさんにやーさ。ヒンドゥー教によると、人生の四つの段階は、生命における人間の四つの努力を完成させる。ダルマは、個人が適法で、調和の取れた生命でありよき行いをしよき人になり、高潔で宗教上の利益を得た人に対して、有益で成功利に社会と共に受け継ぐ努力である、落ち着きと秩序のための努力を満足させることが、可能である。 他の三つの努力は、食料や住居、権力、保安、物材などのような生命の道具のための努力である、あるタや、性や欲求、協楽、愛、情緒的な達成感などのための努力であるカーマ、精神的な意味合いや輪廻からの下脱、この生命における、自己実現などのための努力である下脱である。四つの段階は、 ヒンドゥーダルマにおいて独立してもいないし、排他的でもない。ヒンドゥーダルマ経典によると、個人や社会にとって必要である一方で、ダルマは、社会の貧困や繁栄によっても違う。例えば、アダム・ボールズによると、シャタパタ・ブラーフマナ11.1、6.24は水を、通じた社会の繁栄と、ダルマに関連している。水は、雨から来て、雨が豊富だと地上に繁栄があり、 この繁栄は人々が道徳と適法な生活であるダルマに従うことが可能になると主張する。嘆きや干ばつ、貧困の時にダルマによるとすべては人類と人類の生きる能力の間の関係を含めて板手をかぶる。ラジャダルマパルバン91.34から8では貧困とダルマの間の関係は十分な円に達している。 弱い道徳と適法な生活のある土地は嘆きをもたらし、嘆きが講じるとさらに嘆きを増す、さらに不道徳で不法な生活をもたらす。このことが社会と個人がダルマに従い繁栄に達することができるために権力にあるものはラジャダルマに従わなければならない。義務と作法としてのダルマの観念は古代インドの法や宗教に関する文献に見出される。ヒンドゥ哲学では 正義や社会上は幸福は人々がダルマごとに生きることを要求している。ダルマシャーストラはこの指針や規則の記録である。得られる証拠は、インドがかつて文学に関連するダルマを大量に収集していたことを示唆し、スートラのうち4つが現存し、このものは現在ダルマスートラとして言及されている。 ダルマスートラのマルの法と共にナラダなどの古代の学者のように法の並行しながら異なる要約が存在している。この異なる矛盾した法に関する本は、排他的でなければ、ヒンドゥー教の別の出典にとって変わってもいない。このダルマスートラには、道徳同様に若者の教育や、通貨儀式、習慣、宗教上の儀式や、しきたり、夫婦間の権利と義務、 使と祖先に関わる儀式、法と正義の執行、犯罪、処罰、支配と証拠の種類、王の義務に関する指示がある。仏教では、ダルマは、宇宙の法と秩序を意味するが、釈迦の教えにも応用されている。仏教哲学では、ダンマダルマは、現象を表す用語でもある。東アジアでは、ダルマの翻訳は、中国語で F と発音する法やチベット語の中、朝鮮語の、 日本語の方、ベトナム語の PHP がある。しかし、ダルマという用語は、元の形から書き直されている。経験な仏教徒にとって、釈迦ダルマとして、東方を通じて、広く知られる、特に、ダルマとして、ダルマへの言及は、一般に、釈迦の教えを意味している。特に、偶話やしに対するように、基本的規範に関する、話し合いがある。 だるまの身分は異なる仏教徒の伝統により異なってくると見られている。ある程度異教徒のギリシャ人やキリスト教のロゴスのように3階や六道を越えて横たわる根源的な真実かあらゆるものの源とみなす人がいる。このことは発信として知られている。他は釈迦を完全に啓蒙された人とみなしているが個人の成功や才能をもとに 釈迦が様々な種類の人に与えた8万4000の異なる教えの面の本質とダルマを見ている。ダルマは釈迦の言うことだけでなく様々な宗派が釈迦の教えを説明する手助けとして展開するために発展している構成の解説や追加の伝統にも言及している。他の人にとって依然ダルマを真理や実在する。 道の根源的存在と言及するものとみている。ダルマは仏教の実践者が保護を求めたり、永久の幸福に頼る仏教のキへの一つである。仏教のキエは、心の敬蒙の完成を意味する仏だや釈迦の教えや、手法を意味するダルマ、釈迦に従う者への指導と支援を行う僧侶の、社会を意味するン話である。ダルマは正当派の教義や理解。 菩薩の伝達に関連する特定の状況で禅の仏教に従事し、因果により認められる。ジャイナ教ジャイナ教におけるダルマという単語は、あらゆる主要な文献に見出される。文献上の意味があり、スーの思想に言及している。講義には、ジナの教えや矛盾する宗派の教え、最高の道、社会宗教的な義務、最高位のマンガラであるものを意味する。 6つのドラビアの理論の一環として、ダルマという単語は、ジャイナ教では特定の存在論的で、救済論的な意味もある。ジャイナの伝統では存在は、ジーバやアジーバを含み、後者は、不活性の無意識の原始物質や空間、時間、運動の主題、安らぎの主題の5つの分野を含んでいる。運動を意味し、存在論的解分類に言及するのに、ダルマという用語を用いることは、 ジャイナ教特有のもので、仏教の刑事上学やヒンドゥー教の様々な宗派には見出せない。主要なジャイナ文学タトバルタスードラは、銃の高潔な徳のあるダスダルマに言及している。このものは、忍耐や謙遜、率直、純粋、正直、国旗、質素、自制、無着、禁欲である。ジャイナ文学プルシャアルタシデュパーヤの著者はカーリャ。 アムリタ・カンドラは書く。正しい信者は、あらゆる愛入れない傾向から霊魂を守るために、最高の謙遜のように、ダルマの徳について絶えず瞑想すべきである。他人の短所も隠すべきである。プルシャ・アルタ・シデューパーや宿教宿教徒にとって、ダルマという言葉は、高潔の道であり妥当な宗教上の実践を意味する。 参加1353のグルグラントサーヒブは義務としてのダルマを暗示している。ある宿教との信仰を願意する西洋文化の三法は宗教や道徳上の義務、生活の方法を構成するすべてとして広く宿教のダルマを規定している。インドの旗の中央の輪はダルマを表している。インドの世論に対するダルマの重要性はその旗の中央のモチーフとして 後輪の描写であるアショカチャクラを含む1947年のインドの決定により説明されている。ありがとうございます。